さあ中村さん、はい、試合を動かしましたね。そうですね、まあ、その前の右のパンチも当たってましたからね、はい、まあ、でもあの1ラウンドからロー蹴ってそれで距離を取りながら結構トーマス選手がガンガン前に出てくるんで、まあ、そこはこうバックボードで本当狙い通りの一発だったんじゃないですかね。大崎が大きなポイントを奪っています。さあそして大事なのはここからです。そうですね、まあ、のトーマス選手の方があのダメージは多分ないと思うんで、はい、逆にここからどんどん前に出てくるかもしれないですからね。そうですよね、はい、もう一つダウンを取られたという頭は確実にありますからね、はい、右の大崎の体が足がちょっと流れるようになります。まあ、尾崎選手のローもあの的確に当たって聞いてたんですけど、ちょっとトーマス選手のローの方もパワフルで、はい、うん、結構尾崎選手の体が流れてますよね、はい、今はバックスピンキック、尾崎が自分の局面にしようとするんですが、パンチこの圧力もだいぶ強い青いグローブトーマスです。そしてまた一旦距離を取ってこの後いい距離にしてくるんですよね。ちょっとトーマス選手の方が尾崎選手にローを蹴らせてそこにパンチで距離詰めようとしてますね。はい、バックブロー、尾崎はちょっと今でも左フックつきましたね。パンチが顔面に当たる。なんとか肘も使ってブロックしている尾崎、もう一発バックブローですがそこに蹴りを合わせる。前進してくるトーマス、今はバックブローも見切ったか、見切ってその後右の蹴り強力です。まあ、ちょっとあんまりこう回転系の技に頼ってしまうと相手も慣れてしまいますからね、はい、一旦ちょっとまたここは使うタイミングを考えてもいいんじゃないですかね。そうですね、乱発という形にだけはしたくないですよね、はいはい、そしてもうトーマスがこのクレバーなファイターだということも分かりました、はい、これ判断力も相当ありますからね。残り1分を切っています。中盤の第3ラウンド、第2ラウンドに尾崎はダウンを奪いましたが強力な攻撃があるトーマス、バックブロー、これもどうやら分かっているようです。逆にバックブローを返しています。いや気持ちが強いですね。負けん気が見えます。そして必ずローキックなんですよね、はい、右ローです。お膝を見せてパンチからインロー、パンチが交錯する、ともに左バックスピンキック、これはスウェーバックでかわします。何かこう尾崎の動きをこう分析しているようにも見えますね、はい、トーマス冷静です。やっぱりこう距離が詰まった時のパンチの回転はトーマス選手の方が速いですね。飛び膝、ともに飛び技、回転技、バックブロー、再びトーマス、だいぶ近くなっている。ここで第3ラウンド終了です。いや中村さん、はい、どう見ましたか。いやあの2ラウンドのバックボーンのダウンで逆になんかトーマス選手のなんかエンジンに火がついたというか、結構どんどん前に出てきてるんで、はい、ちょっと尾崎選手にとってはちょっと我慢のラウンドになったのかなと思いますね。そのようですね、はい、さあ試合は終盤に入ります。ISK 世界スーパーライト級王座決定戦です。63キログラム級の戦いです。さあ尾崎第2ラウンドにダウンを奪っていますが、盛り返した第3ラウンドのトーマス、ここも左アッパー、パンチが強い、そしてローキックも速い、これです。まあなんかこうどれもフルパワーで打ってるんで、なんかやっぱり疲れそうな気もするんですけど、ね、それでもこう前に出て手数が出続けるのが外国人選手ならではというか、やっぱりこう持って生まれたあの装備がやっぱり日本人選手と違いますよね。それを見せてこの第4ラウンド序盤、動きは変わらないぞというところでしょう。トーマス、まあ、逆に言うとこういう選手に勝つか勝たないかっていうのはこう世界を取るか取らないか の、あの壁にもなってくると思うので、はいはい、そうですね、今後を見据えるという上でも大事な試合、勝たなければいけません尾崎、まあ、パンチからローキック連携がいいトーマス、しっかりガードしています。これもよく見ていますね、見るのは尾崎、
返すトーマス。もう一発、まあ、尾崎選手もやっぱ単発ならずに今みたいにこう蹴りをミドルとローに打ち上げたり、はい、ちょっといろいろと切り崩したいですよね。そうですよね、はい、であの独特のあのかかとをですね足の裏に当て込むような、はい、あの動きもあります。おバックブローはトーマスもあります。こういい意味でいやらしくいきたいですよね。そうですね、ちょっとやっぱ正攻法でいくとトーマス選手のこのパワフルな攻撃に押し負けてしまうんで、はい、でまた尾崎あの以前話を聞いたこともあるんですけれども、ローキックは自分には絶対に効かないと、それでは倒れないと、はい、そんなコメントがあったんですけれども、おバックスピンはこれはかかとのあたりが当たっていたように見えたんですけれども、まあ、本当にこうトーマス選手に来させてそこを狙うっていうのはいい狙いだと思うんですけどね、はい、なんと言いますかその多少ですね食らってしまっても、はい、肉を食らせても骨を立てばいいんだと、はい、そんな風な戦いもあります。尾崎、あこれは尾崎選手のパンチも、いいんで、はい、ここはちょっと前に出たいですね。バックスピンキック、はい、トーマスの動きが一瞬止まりましたよね。トーマス選手結構さパンチは力あるんですけどガードも下がるんで、まあ、決してディフェンスがいい選手はないですからね。さあトーマスの動きが今前に出ましたけれども、尾崎が押し返すようにかかと落とし、足を掴んで崩したトーマス、ここで第4ラウンド終了となっています。原龍二選手が迎え入れる赤コーナーです。チームドラゴンズいかがでしたか。いや尾崎選手も反応要所要所で攻撃に返して反撃のチャンスを狙ってるんですけど、こう今コーナーに戻る時の表情とか見てるとやっぱりこう消耗とかダメージはちょっと蓄積されてるんじゃないかなという印象はありましたね。それは否めない尾崎選手、そして強力な打撃、拳、ローキック、バックブローも尾崎にこうするようなトーマス、まあ、ただもうこのラウンドしかないので、はい、まあ、ダウンは奪ってますけどポイント的にはかなり微妙なところだと思うんで、このラウンドは取らないとダメですよね、尾崎選手は。そうですね、はい、右ハイキックトーマス、 ISKA 世界スーパーライト級王座決定戦です。日本の尾崎距離にしてくる右ローキック、さらに右ハイキック、それをパンチで追撃してくるトーマス。さあ回転系の技いかに生かしてくるかという尾崎、まだパンチは強力かトーマス、まあ、しっかりブロックしてるんですけど、やっぱこう体圧とパンチの圧力で押されちゃいますよね、どうしてもワードごとですね、まあ、再び尾崎コール、ケージコール、起こる巻き起こる後楽園ホール、こうした打ち合いでも五分になるとトーマス、さらに右ストレートから右フック、このバックブロー、あートーマスも警戒しているのが分かりますから、その後をものにしたいですね、はい、右ロー尾崎のパンチ、それからバックブローも相当警戒されているようです。だいぶトーマス選手のパンチも荒くなってきてるんで、そんなにこうクリーンヒットはここまでこのラウンドはないですけど、はい、やっぱ押し負けたく、押され負けたくないですよね、そこなんですね。逆にトーマスはもうなんとか押していきたいところ、はい、もうこのままどんどん前に出ていってやっぱ下がらせたいところですよね。いやバックブローもやや軌道が上だったか、トーマス、そうですね、口を開いて呼吸するようになっています。苦しいのは同じでも、右ストレートは強力、ガードごと吹き飛ばそうとします。さあ残り1分を切りました、ここに全てをかけてもらいたい尾崎、左尾崎選手はこの左フックもいいんですけどね、顎まで届くんですけれども、尾崎のパンチ、右ローを見せる、右ローを当てる連打、トーマスこれも食らってしまう、ま
ただもう時間を考えるとここはやっぱり手数を増やして前に出ないと、ちょっと時間だけが過ぎていっちゃいますよね。そうですね、はい、残りは30秒です。バックスピンキック、これはもう取っているのも尾崎辛い状態なんでしょう。崩れたところ、打ち合いはトーマスか、右ローから左のフック、左アッパー。ここはあまり無理はしないトーマスに対してバックスピンキック尾崎。あと10秒、時計を見ました。尾崎バックブローを返すトーマス、ここもバックスピンキック最後に放ちましたが、体幹の強さを見せるような形となったトーマスです。試合終了、これ3勝敗は判定ですけれども。そうですね、まあ、ダウン取ってる、まあ、あのラウンドは尾崎選手が取ったと思うんですけど、まあ、その他のラウンドはやっぱりややトーマス選手の方が優勢だったので、どうでしょうね。ジャッジ友だけ48対47、青トーマス1ポイント差。トーマスジャッジ千葉48対47、2人目もトーマス1ポイント差、判定3対0。 ISK 世界スーパーライト級新王者はフランスのトーマス・アダマンド・ポウロスです。いや中村さん、尾、はい、崎敗れました。あの試合前にも今までの戦っている中で一番の強敵になるだろうと予想はしていたんですけど、はい、まあでもその言葉通り本当にタフな試合になりましたね。いやそうですね、そういう相手でしたね、はい、結果この ISKA 世界のベルトはトーマス・アダマンド・ポウロスの腰に巻かれます。残念、尾崎